こんばんは。中2の英語です。で、まあ、不定詞と動名詞っていうのをですね、まあ、今月やってきました。ですので、まあ、今日は、まあ、次回まとめのテストってことでもありますので、まあ、その不定詞と動名詞、まあ、ちょっとね、なんか前回もちょっとまとめ的なところなんで、少し重複するところもあるかなとは思うんですが、もう一度まとめていこうかということでございます。はい、ではね、行きましょう。まずね、不定詞。はい、不定詞ってまずどんな形でしたっけ？できましたら、はい、to プラス動詞の原型でしたよね。はい、to に動詞の原型。はい、これは続きましてですね、ちょっと省略しました。ね、to に動詞の原型が続きまして、不定詞という形です。で、不定詞にはですね、3つの用法があった。用法があった。で、それぞれの用法でね、こんな意味になるんだよ、なんていうのがあったんですが、まあ3つ、まあ別にどれが1番で、どれが2番で、どれが3番っていうことでもないんですが、まあ勉強した順に、まずは、はい、何々すること、はい、何々することという意味になる、何的用法でしたっけ？はい。名詞的用法と言ったんですよね。はい。ですので、はい。何々することとなる名詞的用法というのがありました。例文としてはこいつです。もう100万回ぐらい出してますね。I like to play tennis ね。to プラス動詞の原型。はい。この部分で何々すること。はい。ですから私はテニスをすることが好き。ね。なんていうようなところでした。ね。はい。もう一丁。次がですね。何々。はい。するためにとなります。はい、何的用法でしたっけ？はい、副詞的用法でしたね。副詞的用法ね。で、まあ特に副詞的用法はね、目的を表すものと原理を表すものというのがあったんですが、原理はちょっと一旦今回はね、置いといてますね。ですので、この何々するためにという目的を表す副詞的用法。はい、例文。I go to school to study ね。to プラス動詞の原型。ここが不定詞ですよね。ここは to に動詞じゃないからね。ここは不定詞じゃないですな。はい、to study。はい、この部分が不定詞で、はい、つまり勉強するためにだ。ね。I go to school to study。私は勉強するために学校へ行きます。と。はい、そしてもう一丁、最後にね、何々するためのとなります。はい、なんだ。形容詞的用法。ね。形容詞的用法。形容詞的用法ですね。はい、例文としてこれ。I have many books to read。やはりこの to プラス動詞の原型。to read。ここが不定詞部分ですね。はい、私はたくさんの本を持ってるわけなんですが、はい、どうするための本なんだろう。はい、読むための本。ね。まあ、そら、本じゃ、読むもんじゃねえんかと言われるかもしれませんが、まあ、そういうことじゃなくてですね、私はね、読むための本、ね、読むべき本をたくさん持っていますということでした。まあ、するためののほかね、すべきなんていうふうにとってあげても良さそうですね。この形容詞的用法でした。ということで、まず不定詞にはね、to プラス動詞の原型、3つの用法があったよと。まあ、それぞれの意味と、なんたら用法、ね、用法が、まあ、言えますようにしておきたいということでございますな。はい、今見分けがね。はい、それからね、もう一丁ね、動名詞っていうのをやってきました。動名詞っていうのは何かっていうとですね、動詞の ing 形でしたね。あ、動詞の ing 形ね、動詞の ing 形ね、これ動名詞というね。はい。で、基本的にはですね、この、例えば、名詞的用法と同じような意味で、何々することっていうような意味で取っていくわけです。あ、だから、I like to play tennis で、私はテニスをすることが好き。ね。イコールで、不定詞じゃなくて、動名詞を使って、I like ね。不定詞部分、つまり to プラス動詞の原型、to play の部分を、はい、playing なんていう ing 動名詞にすることでもですね、同じような意味でね、取ることができるんだということなんですね。はい、ですから私は I like to play tennis で、私はテニスをすることが好き。名詞的用法。I like playing tennis でも私はテニスをすることが好きってことでね、はい、動名詞を使っても同じような意味で取れた。だから、不定詞と動名詞ね、書き換えることなどもできるんです。けれどもだ。はい、出ました。はい、なんだっけ、3つ。やれ、何がね、動詞として出てきたときは、ing の動名詞しか目的語に取れない。逆に、なんちゃらとかんちゃら。